どうも皆さんこんにちは、はじげです。今回は引き寄せの法則について取り上げてみたいと思います。スピリチュアルや都市伝説に詳しい方は一度は調べたことがあるんじゃないかと思います。信じる信じないは別にして、引き寄せの法則って何なのっていうところから、引き寄せの法則の本質まで紹介したいと思います。引き寄せの法則は1937年に出版されたナポレオンヒルという人物の著書、思考は現実化するという本から派生した成功法則の一つだと言われています。この言葉が世に広まったのは2006年に引き寄せの法則を主題としたザ・シークレットという本が出版されたのがきっかけでした。皆さんは普段頭の中でいろんなことを考えると思います。いいことも悪いことも、皆さんが考えることによって、意識とエネルギーを向けることによって、それが現実のものになるというのが引き寄せの法則の原則的な考え方です。端的に言うと、実現させたいことがあれば、それをイメージすれば現実になるということです。じゃあ、あの有名人と付き合いたいとか、お金持ちになりたいとイメージすればそうなるのか、それは合ってますが違ってるんです。わかりやすく説明していきたいと思います。我々は頭の中で2つの意識を持っています。潜在意識と顕在意識、表面的な顕在意識、そして深層の潜在意識と覚えてください。顕在意識は普段我々がその時その時で考えていること、潜在意識は我々が今まで経験して積み重ねてきた根本的な思考のことです。自分のことを緊張すると失敗しやすい人間だと思ってる人いますよね。それは自身が過去に大事な場面で緊張し失敗したエピソードが強く頭に残っていて、自分は緊張するとダメなんだっていうのが潜在意識に刷り込まれちゃってて、結果失敗を引き寄せるんです。ダイエットを考えてみましょう。よし、ダイエットするぞって思っても、なかなか行動に移せないことありますよね。ダイエットをするぞと考えているのは顕在意識で、今まで自分が積み重ねてきた考え方、つまり潜在意識と違う行動をすることに自分自身がついてこれてないからなんです。この辺ぐらいまでは結構いろんな方が話してますけど、実はこの先が肝なんです。それでも頑張って毎日意識してダイエットが1ヶ月続いて5キロ痩せたとしましょう。そうすると、あら不思議、お腹が空いて目の前にポテチがある。ダイエットを始める前だったら何も考えずに食べてたのが、食べるのを我慢するという選択ができるようになるんです。これはダイエットするぞっていう意識が潜在意識に刷り込まれたからなんですよね。ダイエットをするとしたら何キロ痩せたいって理想がありますよね。そして実際にダイエットを始める際には具体的な方法を考えます。例えば毎日ランニングするとか、今で言うと糖質を控えるとかありますよね。この理想を持ち、それに対する具体的な方法を考え、そして実践していくということが、まさに引き寄せの法則そのものなのです。そして面白いのが、ダイエットにはつきもののリバウンド。潜在意識ってやつは結構気まぐれで、さっきのダイエットの話でも出たように、1ヶ月くらいでも意識の仕方によっては変化が生まれてきます。なので、ダイエットやめたって思うと、その意識もだんだん潜在意識に刷り込まれていくわけです。何が言いたいかというと、今考えていること、つまり顕在意識が連続していくことで潜在意識が形成されるということです。引き寄せの法則は何も自分の願いを叶えてくれる魔法みたいなものではありません。もっと現実的で、常に我々の思考に基づき、そこにあるものなんです。なので、有名人と付き合いたい、お金持ちになりたいっていう漠然とした願いだけでは具体的にイメージできていないので、引き寄せることができないんです。例えば横浜流星と付き合いたい、ガッキーと付き合いたいって思っても、その前に自分には無理って思っちゃいませんか？それは潜在意識の中で、そこに至るまでの具体的な行動が出てこないからなんです。明確なイメージを持って、そのイメージに対し具体的に行動していくことで、それを現実に近づけるというのが引き寄せの法則の本質です。願えば叶うではなくて、願わないと叶わないという法則なんです。ダイエットをして自分を磨いて、芸能界にスカウトなんかされちゃったりして、いつの間にかあの有名人が近くにいるぞみたいな風になると、もしかするかもしれませんね。少しずつ距離の近い自分の理想を突破していくことが、大きな引き寄せにつながると言われています。まあ法則とかって言われると構えちゃいますけど、物事に対する考え方としては結構面白いですよね。どうせ無理だって思うよりも、いつか叶うかもって思って生きる方が楽しいっすもんね。例えばコップに水が半分入っているとします。このコップを見て、水が半分しか入ってないと思うのか、半分も入ってると思うのかっていうとこだと思います。同じ事象でも、どう捉えるかって人によって違いますよね。どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、人生に悩んだ時や良くないことが続いた時には、物事の考え方を変える方法として、心の片隅に置いといたらいいんじゃないかなって思います。ということで、皆さんの人生に幸あれ。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。